から満月になっていくという思いを込めてる。はい、そうです。自分の思いとかみんなの思いが叶うまでの道のりという意味です。そして見どころを最後にお願いします。はい、やはり大連積みですね。傘もかぶっている女性の踊りもあるんですけれども、全員が綺麗に揃っている踊りをしていただきたいと思います。はい、それでは準備をよろしくお願いします。よろしくお願いします。昨年金賞を受賞しました。それでは待っていただきましょう。十人十色どうぞ。よっしゃ十色、いくぞ。Yeah.